その時ふなっしーの歴史が動いた壮絶ふなっしー。ふなっしー。さあ、まず最初の歴史が動いた瞬間がこちらです。2年前初めて喋った瞬間。ああ、そういうのあるわけね、ちゃんと。そうなしな、初めてイベントに呼ばれた時なしな。へえ、2年前なんだ。そうなし、大体ね、2年前の4月に船橋の梨を PR するために、梨の養成会からやってきた梨。梨の養成会。そうなし。あ、そうなんだ。でもね、なんかね、イベントとかのショッピングモールとかにメール打ったり電話しても全く相手にされないなしな。ショッピングセンターにメール打ってたの。大変だったな、ふなし。大変だったな。でも分かるだしな、いきなり梨の養成ですって入ってきたらみんな危機感抱くしな。なんか やばい人来ちゃったと思っちゃうよね。確かに最初はな。もうだからしょうがないから、河原とか公園とか自宅で、ルームランナー走ったりとか、踊った VTR を撮って YouTube に上げてたらしい。自分で動画をアップしてたんだ。そうだし。そうかそうか、これがスタートなんだね。これそうだしな。これブレイク前。ね、もうまだテレビとかね出させてもらう前の話だしな。そんなですね。あったことも歩いてる。本当なんか寂しい。寂しい背中。これは何、走を歩くっていう動画なの？あ、違うですな。これね、音楽に合わせて踊るっていう動画で、じゃあそうなんや。これに後から動画にミュージック入れてやってたんだ。雨降ってるのに。こっからスタートしてたんだね、地道に。さあ、ではふなっしーが初めて喋った瞬間はどんな状況だったのか、こちらをご覧ください。ふなっしー踊ってる踊ってる。初めてっていうのは2012年6月。ふなっしーは赤ちゃん本舗のイベントで一日店長の仕事をすることになりました。仕事がないふなっしーを不憫に思った日本ご当地キャラクター協会の方が斡旋してくれたそうです。当時キャラクターの横にいるアテンドという人が話すのが一般的でも、ふなっしーにはアテンドを雇うお金がありません。しかしイベント中ある事件が起こります。一日店長、お名前は何と言うんですか？司会者が降ってきた。イベントの司会者がふなっしーに自己紹介を求めてきたのです。困り果てるふなっしー、でもアテンドはいません。いない。そしてこの後歴史が動きます。そんな、ふなっしーちょっと なんと自分で声を出して自己紹介。ふなっしーはこの瞬間から喋るご当地キャラとして歩み始めたのです。あ、じゃあ最初はもう流れでしょうがなく喋っちゃったって感じ？そうですね。普通はアテンドさんが代わりに紹介してくれたり喋ってくれるしな。ふなっしーいなかったから喋っちゃったんだ。ふなっしーなしーって答えちゃったのしな。すごいね。あ、そっからなんだ。最初から喋ってるのかと思いました。ね、違ったんだ。違うなしな。必要に迫られて喋ったってことなし。そうだったのか。それがあってですもんね。このキャラクターあってよ。さあ、どんどん参りますよ。ふなっしーの歴史が動いた瞬間、続いてはこちら。ご当地キャラの祭典で味わった初めての挫折。ふなっしーも挫折があったの？そうらしい。あらさ、いつこれは？これね、日本で一番大きなゆるキャラサミットという、600体ぐらい集まるようなイベントですし。うわ、すごいね、これ。そこらもんもいた。これね、船橋市の代表として船橋市役所に出ていいですかって言ったら、お前どこの代表でもねえだろうって言われたし。そうか、課長。それで非公認になったんだね。でもまあ、もっともなしな。そうだな。勝手に行くって言っても向こうも断られちゃうなし。そしたら、なぜかゆるキャラ仲間の、ご当地キャラ仲間の秋田のにゃじろうっていうキャラクターがいて、そのキャラクターがじゃあうちのブースにバイトとして来なよって言われたんですね。呼んでくれたの？正式参加ではなかったんだけれども、バイトとしてこのイベントに参加できたっていう話ですね。にゃじろうのお手伝いしてたんだ。あれですね、あそこでにゃじろうのブースでにゃじろうのグッズをふなっしーが売ってたし。そうなんだ。買いなしーとか言ってたし。買いなしーって。そしたら来る人来る人、あんた誰だなんてなるもんね。そうだしな、船橋のキャラクターなのに東北のブースにいるのし。そういうのもあった。この時の当時の様子についてその秋田県のにゃじろうからコメントをいただいています。ほんとらしい。はい、ご紹介します。会いたいらしな。この頃は喋るキャラクターは珍しくて注目を集めてたにゃ。大きな声を出してくれて最高の呼び込みだったにゃ。こんな大スターの友達を持ってとっても嬉しいにゃとのことです。すごいにゃじろう。ああ、嬉しい。またイベントだよ。メッセージがすごいね。やっぱり友情や絆もあるんですね。さあ、ふなっしーの歴史が動いた瞬間、続いてはこちらです。
かけはくじ引き、初のテレビ出演へ。くじ引き、はい、ふなっしーのブレイクのきっかけとなったのはご存知、新垣結衣さんと共演しました16社の CM なんですが、その出演を決めたのはなんとくじ引きだったんですね。そうなんですか。本当の話なしろ、くじ引きなの。これ知らなかったです。各都道府県で一体選びますって、エントリーしてくださいっていうメールが来て、それに送って、まあ当たらないだろうなと思ったら、当たっちゃって、千葉県代表ふなっしーですって言われて。いや、これやっぱスナッシーのね、持ってるとこだよ。千葉県は何体ぐらいがそのエントリーしてたんでしょうね。エントリー数は分からないけれども、うんうん、千葉県だけで 40-50 キャラクターはいるの。うわー、すごい。そんな中から当てましたな。引き当てたんだよ。やったな。それでガッキーに会えるし、よかったな、ふなっしー。ガッキーがびっくりしてます。いいね。はしゃぎすぎてる。いやでもこれでみんな覚えたもんね、さらに。そうですね。でこの後ちょっとね、注目を浴びた出演もありましたよね、テレビでね。これ見てた後にスッキリ、スッキリに呼ばれたり、あと他の番組にも呼ばれて、うん、やっぱりこのシーンだしな、これはね。放送事故ギリギリな感じ。いや一瞬だった。なし弱いよ。弱いっていうかさ、このキャラクターを投げ飛ばす加藤さんね。加藤さんの投げ飛ばす顔がすごかったですね。綺麗に飛べたね。あの人は本当に加藤さんらしいですよね。いいね。でも逆に加藤さんは本気になってくれて嬉しかったですよ。今でもスタジオとかで会うと、もう加藤さんにも頭ずっと下げっぱなしですよ。そうだよ。ありがとうございました。あの気を使わない相撲を取ってくれてよかったですね。よかったな、嬉しい。